本社からでちゅかね。すぐ来て、井上先生が、井上先生が起きてこないよ。朝ごはんも食べなかったし、お昼になっても寝たまま動かないんだよ。井上は死んじゃう、死んじゃうのかな。今は
邪魔をしてるのはあなたでしょ。さっさとそこをどいて。殺してない。なぜ死を望むの？死は嫌でもやってくるのに。井上先生！
申し訳ございまちん。くせ者の侵入を許すとは。しばらく混乱していたようでちゅが、今は落ち着いて部屋で休んでいます。カズサちゃんも萌館のメイドでちゅから突然の別れは知っているはず。無理なんかしてないって。大丈夫だって。一晩泣いたらすっきりした。ちょっと待ってて、大急ぎで朝食作るから。ごめんごめん、失敗しちゃった。ああ、やっちゃった。ああ、旦那はやんなくていいよ。私のミスなんだから。なんでみんな死んじゃうのかな。死なない人はどうなんだろう。死を迎えられない人は死んでるのと同じ。
死を思え。なんとなく分かったような、分かんないような。つまり、いつまでもくよくよするなってことでしょ？わかったよ、旦那。ありがとう、励ましてくれて。